よし、2桁打ったら終わりペナント優勝したんで、日本シリーズですね。この日本シリーズに勝てたら、記録というか終わりということで、ここは有田が絶好調だから1戦目有田でいきます。なぜなら有田は打てるから。まあエース海老名でもいいんですが、有田はねやっぱりね打てるんでね、1戦目使って6戦目だな。1戦目と6戦目の先発。あ、でもそれだったら2戦目と6戦目にしたらよかったか。海老名を2回使いたかったから。まあでも有田が打ってくれると信じ、しかもそして抑えてくれると。抑えもすると有田が6回失点。優秀。しかもこの試合有田で勝てたのはでかい。相手のエース、相手に有田で勝ったんで、2戦目からだいぶ有利になるよ。向こうが2番手ですが、こちらはエースです。でショート道原スタメンでいきましょうか。第2戦目、ここ勝てばめちゃめちゃでかいよ。 1-0、うちのヒンダが、うちのヒンダ戦が、まあそりゃそうだよな。まあ 1-0 はしょうがないわ、よくある。まあ、逆なんだよな、うちは1点取ってね 1-0 で勝ちたかったんだけど、うちの野球をやられてるな、ソフトバンクに。ソフトバンクどんな感じなんだろうね。ソフトバンクはどういうチームなんでしょう。ピッチャー系のチームかバッター系のチームか、はたまた守備走塁系のチームなのか、どういうチームなんでしょうか。打撃のチームだと面白いんだけどね、投手のチーム対打撃のチームっていうので、まあ投手のチームでも面白いんですが、2割3分6厘、2割9分に2本、3割1分9厘8本、2割9分1厘4本、ああ35本、2桁いたわ。うちと同じように、でもそんなにあれだな、打撃力は高くないね。1人35本がいるけど、それ以外はそんなに。投手のチームっぽいね。2.99、2.19、4.35、4点、ああ、1点台、2点台。ああ、中継ぎのチームか、どちらかといえば、お広上ってあれ、うちにいたやつだっけ ?54 ホールドってエグくない ?34 セーブ。28ホールド。まあ、中継ぎのチームですな。先発3番手で2点台が出てくるってことはピッチャーもいいはずだ。いやー、なんとか、まあそんだけ点取られたら無理だわ。正直うちの試合でそんな6点、4点、6点取られたら勝てません。4点取っただけでも奇跡。そして角田がスランプと。角田に変えて、あ橋上行くか。今シーズン4点台とちょっと不調だったんですが、まあ、対ピンチに強いというところを考慮して、ここは海老名、有村が調子悪いのか。ファーストこの辺がファーストできたらいいんだけどね。津田ファーストできる。有田も調子いいんだよな。1番 DH 有田で使ってみるか。でレフトに小原を置くと、まあ、有田は明日明後日は休みなんで、投げるのは6戦なんで彼が、まあ、ここバッター出てもいいでしょう。まあ明日はバッター出てもらってもいいけどね。1日休んだらなんとかなる理論、大谷翔平理論。大谷はまあ1日も休んでないんですよね。登板、打った次の日に登板した次の日に打つから。よし、うちなら抑えれる。ノーアウト2塁のピンチでも、村石、1、2塁かノーアウト。お前なら抑えれると信じてます。1点差、ノーアウト1、2塁。ゲッツーで切り抜けようぜ。35歳、250、もう300セーブ超えてます。今シーズン51セーブ。はっきり言って神。全盛期のスピードはないけど、打たれました。ああ、追いつかれた。ああ、追いつかれた。頼む、なんだかここで同点で止めてくれ。村石頼む、タイピン B 対左 B、 村石、よしサードゴロ、よーし。さっきそれをやってのはゲッツーだったんだけどな。カットボールでね、相手のおー、すごい高めのカットボールでストライク取ってきた。ベテランができるはずだな。今の当てられたらもう外野飛ぶからね。よし、セカンドゴロ、オッケー。はい、内野ゴロ2つ。そういうピッチングなんだ、お前のピッチング。打たせて取るピッチングだ。ピンチに強い、打たせて取るピッチング。まあ、ここはファーボールでもいい。全然、際どいところでいいよ。いいよ、いいよ、いいよ。ストライク無理に取りにくつない。ちょっと甘いね、今の。そんな甘い球いらない。厳しいコースで。オッケー、オッケー、ファーボールはオッケーだから。次のこいつを抑えればいい。いい、うわー、ボールか、今の。いい球なんだけどね。あー、甘い。あー、ジャンプ1番、トレーン。さよなら。このヒットはもう、これがね、ヒットで止まってればな。もうちょっとあったんじゃないか。最後ね、ジャンプで。いやー、取れたな。今の取れたな。完全に。全然違うところジャンプしてなかった、今。高さ的には取れてたでしょ。誰だ、今のサードは。ここで3勝1敗で追い込まれましたが。今日はじゃあ川崎くん、北田、川崎だな。川崎って北田は中継ぎ待機。最後の2試合は有田と海老名で投げてもらうんで、有田も代打、村石、ここ1回外すわ。思い切った戦略、村石をここで外すという選択。初めてのことです。今シーズン初めて村石をベンチから外しました。51セーブ、1点台前半。ちょっと疲労、シーズンの疲労を考慮してね、ここは外す。よし、追いついた。チャンス。ここで追いついたのでかい。そして、今日1番。対左は5割を打っております、有田。塁でや塁。この試合負けたら終わり。いやー、それ振っちゃうか。負けたら終わりのとこからね、8回に3点取って一気に同点4。いやー、今の打ってそれ見逃すか。ダメだな、有田。そして篠崎2番。この辺からやっぱうちの強力打線、全然強力ではないんですが、ヒットは打つよ。いやー、サードゴロ。サード井上ってあの井上か、あの井上だ。もう30何歳か、33歳か。横浜高校だっけ。本当にサードやってるんだ。外野やってなかったっけ、横浜高校の時。なんかソフトバンク入ってサードやりますみたいになって、結局どうなってるのか知りません、今現在。まあ大体プロ入るときは最初内野やった方がいいと思うよ、外野手の右投げのやつは。基本的に。まあ鈴木誠也ももともとショートやってたしね。よし。いいぞ有村、うちで2桁打ってる有村君。有村のやっぱ威圧感があったからこそ風間がフォアボールになったと。有村そんなミートちっちゃかったっけ、お前。ミート B でしょ、なんかちっちゃくないミート。不調だからか。あ、いい、今の見逃し方。今の振っちゃうよ。はい、うまい。いやー、惜しいね。ファールゾーン狭っ。いや、うまい、ナイスバッチンだが、ヒットにヒット。アヘアヘ単打打線が来たよ、うちの。単打単打でつないでいきます。そして道原サード出てんだ。チャンスで6割、シーズンの打率5割、チャンスで6割。このチェンジアップがな、結構邪魔だな。ああ、レフトフライ、飛距離は出ていません。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあ、同点の終わりか。チャンス。チャンスかピンチ。ピンチ橋上ワンアウト一二塁ピンチだからタイピン B と対左 B どっちを取るか。ここでやっぱ抑えがいないことが効いてくるね。誰行く？いや土井行くか。ここ土井だわ。ピッチャー交代土井ゲッツーだろ。ここで対左に強いやつに左バッターを左ピッチャー持ってくのはもったいない。それは絶好調の土井君。ストレート155キロ。このバッターにね外野前進も怖いな。ホームラン35本打ってるよ。いやうまい。いやーゲッツーは取れんか。まあワンアウト。もうちょっと当たりが良かったらゲッツーだったんですよね。変身155キロのストレート143キロのちょっと遅くないシンキングツーシーム。結構球速落ちんねストレートの割に。そしてカットボール。いやそれはねそういう終わり方はないでしょう。それはそれはちょっとそれは誰だお前。眉毛に目と眉毛がくっついてるぞあの監督。いや勝てんな。クライマックス短期決戦勝てんの。今年勝てると思ったんだけどね。マジで来年また優勝できるかわからんんだよ。絶対勝っとかないといけなかったよな。いやなんであっこ村石俺を外したんだ。いや村石がいても打たれたかもしんない。そう思わないとやってられん。16点16と10ゲームつけた後にね4位に落ちるんだからね。うちも優勝して4位5位最下位4位優勝4位優勝来年4位じゃん。このままいくと来年4位なんですか。来年も勝ちたいな。ピッチャーは圧倒的。あ打率は1位か。まあ得点は低いよね。あでも2位じゃん得点。ようやっとるわうちのチーム。そら勝てるわ得点も高かったら。海老名が 1.3816 勝7敗 3.1512 勝5敗 2.618 勝5敗 2.1913 勝2敗 3.077 勝8敗 2.808 勝3敗で村石63イニング投げて51セーブ。すごいね。いい中継ぎが高柳も0点台41イニング投げて実績点4。あそうだやっべ忘れてた。須田と有村が引退首な。ああそうだそういうことか。うわ万世じゃんこいつ。えぐくない？オール C の万世ってめちゃめちゃ強くない？須田引退だけど須田有村を首にしないといけないと。風間が9本でよかった本当に。これで風間もいなくなってたら終わってたの。いやーそうかそういうことになってたのか。非常にまずいですもう。海老名風間 MP 海老名沢村賞海老名有村首位打者首位打者取って戦力外と。史上初じゃない。首位打者取って戦力外になるやつ。首位打者は悪くないんだよ。ホームラン2桁が良くないんだよな。もうどうせやったら FA からポスティングしてくれ。お前らじゃないエビナとか絶対ポスティングしちゃダメだよ。マタノの FA はいいけど。だってマタノです。マタノは阪神に帰る気かお前。マタノは阪神に帰るらしい。もともと阪神だったしね。まずクビにしないといけないのが有村君。クビです。そして津田君クビです。残念。バントシリスモールベースボール。27歳。監督するか。バントシティ、スモールベース、これがうちのやる野球じゃない？バント、やっぱスモールベースボール俺はやりたいんで、やっぱ津田監督、27歳の青年監督。このチームのことはやっぱ誰よりも知ってるから。やっぱ今の監督のね、高谷だっけ？あいつは1年しかやってないからね。ダメです、1年じゃ。与えられない。監督は。磯畑、正直ね、1億、まあ、1回払ってもいいか。別に金は困ってないし、払いましょう。特に金に困ってるわけではないけど、単純に戦力が。河村とかもうだいぶ厳しいよな。来年ファーストがいなくなるから、ファーストを取らないといけないんだよ。さすがに戸郷に1億5000は与えられねえわ。引退かー。27よ。そろそろ結果出さないと早熟だし。首が寒いよ。こいつはコーチ適性があるんで、コーチにします。結構引退する選手多かったよな。太田。深沢は粘り打ち持ってるからな。タイピン持ち、タイピン。ああ、でももう引退か。ああ、渡辺も引退か。寂しくなるね。57人十分でしょう。瀬下、泉、清水、井上、渡辺、津田が引退して来季から監督です。めっちゃしょぼんってしてるじゃん。有村はめっちゃ落ち込んでた。なんで俺退しとったのにクビになってんのっていう。有村どっか拾われるかな。これで有村がどこにも拾われなかったらめちゃめちゃかわいそうなんだけど。有村どこにも拾われなかったらどうしよう。正直ファーストが欲しい。ああ、やだね。やだいんじゃない？ああ、笹井。まあ、笹井だな。ミート C あるし。本当にミート C あるのかわかんないけど、まあ、笹井が。笹井をサードに回すか。ファーストが問題はいないんだよな。誰がファーストをやるのか問題が。157キロ。158キロ。まあ、ここは支えでしょ。いやー、ちょっと待って。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10球団競合。誰だっけ？笹井2球団競合。当たった、やった。長崎10球団競合で楽天が引いた。そして横瀬がまた12341234567 9球団が横瀬競合。どういうこと？なんでそんな競合すんの？長崎と横瀬がめちゃめちゃ横瀬が9球団競合20、外れ指名で9球団競合した。長崎。ああ、157キロか。右のサイドで157キロ投げる大学生。まあ、すごいけど、そんな競合するか？それだったら俺、狛江がいいんだけど、158キロの中継ぎ。158キロ投げる中継ぎの方がいいでしょう。おー、すげえ。狛江もなかなかいいね。うちが取ったのは鶴井か。狛江じゃなくて。この中継ぎじゃなくて先発が欲しかったんだけどね。ちょっとロマンを感じしすぎたわ。まあ、どうせうちが2回指名できるんで。あ、矢田も取れるじゃん。まあ、両取りできたらよかった。この回でね、あんまり戦力になってるイメージがないんだよな。結構時間かけないとね、買い占めは。もう来年も優勝して一応終わる予定なんで、即戦力ぐらいしかいらないのかなと。湯沢152キロ投げる高校生、普通に強い。ドラフトは4人でいいです。あれ？記録室から最近見てるんだ。これ。ドラフト1位に笹井。対左に弱いが流し打ち。ちょうどいいね。サードで対右しか使わない予定だったんで、対左はウイを使うんで。で、こう前、重い球、逃げ球、158キロ強い。矢田。矢田はファーストにコンバートしようかな。コンバートというか、ファーストもできるようにしてもらって。っていう形かな。いや、またパワー上がりすぎじゃない？ホームラン打つかな？ワンチャンあるんじゃない？ 11 本でしょ。俺ワンチャンあるって。37歳。でも俺お前クビにしないといけないから単年しか結べないんだ。ごめん。単年6億。単年6億契約。もしかしたらお前2桁打ったらクビになっちゃうから、その辺はちょっと気をつけてくれ。和田。まさか和田がパワー B になるとは。エミラダメです。優勝したら言っていいよ。優勝しなかったらダメです。マタノは C ランクかな。C か。B だったら全然出ていってもらってなかったんだけどね。C か。でもエイムズ行こう。B か。B ランクね。保証が取られるのはちょっと辛いよな。ファーストちょうどいいじゃん。いやー、2等はいらない。ちょうどよくない？土屋。うちにドンピシャ。2桁打つ可能性はあるけど、2桁打ったら、さようならと。3800万円で2点台中継ぎ、しかも C ランクだったらいいでしょ。単年しかできないけど、うち。単年1億5000万。単年5000万。うち基本的に単年契約しかできないんだよ。ピッチャーはできるか。バッターはね、複数年契約しちゃったら困るんで、FA、2桁打っちゃう可能性があるんで、高柳とか取られたら困るでしょ。このコンピューターのするポスティングちゃう。この、プロテクトの基準がようわからん。なんか誰をプロテクトしてるかわけわからなくなってきたな。ナムさん、青なのは全然いい。ベテランだし、もう、おそらくもう、コーチとして使うつもりなかったんで、コーチしか。39歳。ミートだけ高いやつ。種市。ミートだけ高い。ネオくんだ。36か。さすがに無理だよな。桜井。中継ぎなら使えそう。一応先発もできるし。取っておいて損はないかなと。先発やっぱ中継ぎ両方できるやつは優秀だよね。西潤か。シュンペーター。シュンペーター、全く育ってねえね。全く育ってない。スタミナがちょっと上がったぐらい。おそらくプロで投げてないのに16年間、なぜあいつは残ってるんだと。もしかしたら16年契約なのかと。シュンペーター、疑われてますね。2点台。バーナードだ、うちのバーナード。420万、安っ、お前。めちゃめちゃ安いじゃん。打たれんだ、有村どっか取ってくれ。彼は首位打者なんです。強くないこいつ。なんで組になってるの？彼は首位打者なんです。有村楽天行った。楽天か。セリーグ行ってほしかった。パリーグか。じゃあ、うちセリーグだっけ？うちセリーグだから関係ないや。よかった。自分がどっちのリーグにいるかもわからなかった。じゃあこういうところで今日は終わりましょうか。有村がね、選ばれてよかったです。報われてよかったです。